いつもありがとうございます。テレビ村上です。で今回は、流進小地流、生成館館長の川端照隆さん、川端先生ですね、についてお話します。流進小地流というのは、居合とか木刀術を主とする古武道の流派だそうです。古武道。日本の武道というのはもう武道ということで、今ではなんか剣道とか柔道とか合気道とかありますけども、これ全部ね、総称して武道と言ってたんですね。なので、今ではその分けるために古武道というふうに言われてるみたいですけども、基本的にはその木刀でこう、振ると、例えば呼吸で、吸って吐く、吸う時にこう振りかざして吐く時にはって言ってね、そのなんか呼吸法でね、なんか昔のその武士はなんかこう長生きしたっていうふうに、そういったお話もあるんですけども、もともとねこの川端館長さんね、江戸の剣術っていうことにも傾倒してて、今ではねなんかこうジャポニスムアカデミーとか言って、東京の麹町でなんかそういった講座を開いてるみたいですけども、本願寺のね大谷さんっていう、お寺さんのなんかこう紹介で、そういう、もう2年目だそうですけども、ジャポニスムアカデミーという学長をやってると、その中で講座でね、江戸の剣術、剣客ビジネスっていうのもあるみたいですが、なんかね、こう剣術っていうのは、神代の時代まで遡ることができる剣術の歴史、生きる死ぬなんで、なんか武道っていう、カテゴリーの中ではね、護身術とかいろいろありますけども、その中でも一番呼吸が大事だということですね。武道というのは呼吸がすごく大事なので、それをね生かしたなんか健康術とかねいろいろあって、昔のその江戸時代の武士がね長生きしたのもその呼吸法にあるというふうに、おっしゃってましたね。なのでね、いろんなこう術があるんですけども、YouTube の中で出てるのは100年ぶりの偉業で兜割り成功とかね、そういうなんかすごいこともされてるんですけども、その中では、川端先生、川端館長はもともとはね産経新聞に入って、いろんなね、コンピューター関係が多かったそうですけども、そういうのを経てね、今ではねいろんな学校、法政大学出身なんで法政大学だとか、東京芸術大学だとかね、そういうところをね教えて、今ではねそういう自分でこう、教育ビジネスじゃないですけども、そのジャポニズムアカデミーとか言ってね、なんか月大体2000とか3000みたいで、なんか利益取らないでいいということで、なんかこう日本の文化をね教えてるという、いろいろね武道をやるとねいろんなことが身につくなということがちょっと感じました。ということで今回は流進小地流総合武道の生成館館長の川端照隆ということで、お話しました。ありがとうございました。